はいどうもこんにちはくれですよろしくお願いしますさあということで今回は OB ラニラン全選手能力絶定評価やっていきたいと思います はい、ということで、ここまでのね、OB 第2弾動画、いろいろ出してると思いますので、まだ動画ね、見てないのがある方は、ぜひ見ていただければなと思います。で、まぁ、あ、今回はですね、イベントの累計で、誰でも1枚ですね、無料で手に入れられる、まあそんな段となっております。ということで、まぁ、あ、多くの方がね、まあ、この OB 第2弾手にはできるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、改めてね、前回の評価動画から少しですね、あの、アップデートが入っております。で、内容的には、リーグ評価とリア対評価、それぞれ単体での評価を新設しました。で、さらに、それに加え でですね、5段階評価の中にあったリア対面という評価をですね、まあ、今回から必須度っていう項目に変えてみましたでこれどういった内容かっていうとリーグリア対純正それぞれでさまざまな部分でのこう必要度っていうところをですね 評価基準にしてみてみおりますます、あ、ただからこれに関してはちょっと今回お試しという感じなので、まあ、今後もしかしたら別の項目にね、えー、変えるかもしれませんし、まあ、僕の中での基準も完璧な状態ではないかもしれませんがぜひ、まあ、この辺ね、えー、コメントでご意見いただければなと思いますでまた、あ、突凸のしやすさの部分ですねまあ、これ結構コメントでもあるんですけど、まあ、5段階評価の中でもですねここの部分は他に比べて評価ランクに大きく影響はしてませんというのももともとねこの凸のしやすさっていうのはやっぱり個人差が大きい 評価がねね難しい項目なんですよというのと、またはここを大きく影響させちゃうと OB 等でのね、時計評価っていうところが相当限られてくるよねっていうところで、そういったね、システムになっておりますという前置きをさせてもらった上で、あくまでもね、ゲーム内での能力に対しての評価でございまして、現実の選手に対てのものではないので、それもですね、改めて踏まえていただいた上で、この評価動画シリーズを見ていただければなというふうに思います。じゃあ早速、本編入っていきましょう。どうぞ。 さあ、ということで、まずは、オリックス、えー、赤堀さんですね。はい、こちら、評価 A とさせてもらいました。で、まあ、打ち上げ的には、リーグ評価も A、リアタイ評価も A という評価ですね。で、まあ、結構、最近の復帰勢の方とかだと、えー、赤堀さんってリアタイ強かったんじゃなかったっけみたいな、えー、方も多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、やっぱり、ムービングのですね、えー、回転変更、挙動変更というところが入ったので、2年前ほどの圧倒的な強さはないかなというところです。まあ、ただ、タイプ的にはね、あまり被らない投手なので、まあ、1枚、こう、アクセントというか、 まあ中杉投手陣の中にいると、まあそうは熱くなるかなというふうには思います。まあただ個人的には最近あんまりもう使ってないですね。でまあ今回新項目にしている必須度っていう部分では、まあオリックス純正だったらやっぱり1枚、まあ持っておきたい選手ではあるかなというところと、まあリアタイにおいても必須級ではないけど戦力になるかなっていう、まあ12球団目線で見てもね、というところでのこういった評価になっています。まあ限界突破コーチを使うほどのレベルではないかなっていうのが正直な感想ですね。続いてホークス、イデホ選手で こちら評価 A とさせてもらいましたこちらもリーグリア対ともに A 評価ですねでは性能的にはね弾道パワー比のミパ、まあ、も高くて超合格っていうところだけ見れば非常に強いかなと いう部分ではあるんですが、まあ、ちょっとやっぱ残念なポイントがね、まあ、いくつかありまして、というのもこの第2、第3の特殊能力と、また守備総力ですね。まあ、総力に至っては48の E っていう、まあ、S ランクの選手で見てもかなり低い。で、まあ,あとは守備が D57。まあ、ここがやっぱりネックポイントにはなってくるかなと思います。で、まあ、純正で見た時にも、まぁ、あ、ホークス純正だとやっぱりライドラーで守備がいい中村明選手。まあ、今はちょっと弾道変わっちゃいましたけど、 まあそこを持ってたら優先度はやっぱ下がってきちゃうかなと思います。 まあただ逆にそこを持ってないよって人にとっては、まあファーストで見たらね、まあ当然能力が高い選手になりますので、まあ戦力にはなるのかなと、えいったところではございます。まあなんでそこの所持状況とかでだいぶ変わってくるかな。まあ12球団オーダーだとやっぱり替えが効くし、まあ他にもね、強い選手はたくさんいるんで、まあ必須的にはこのあたりになってくるかなと思ってます。続いて、えーライオンズ・ホワシ選手ですね。はい、こちら評価 B プラスさせてもらいました。まあここは内訳的にはリーグが A 評価、リアタイが B 評価という感じになっております。で、まずリーグ的な感じ 観点でで言うのであればやっぱり能力が高くて請求とスタミナが同時にいけるとでなおかつ中継ぎにも置けるんで、まあ、そこを決めた上で中継ぎに置けれたら、まあ、かなり戦力にはなるかなと、まあ、ただ難易度的にはかなり高いですよねでリアタイの部分だとやっぱりこのスライドパームが1個注目にはなるかなと思うんですけど、まあ、やっぱりこれがどうしても1個だけ強いっていう 吸収というか、まあ、初見殺しにはなるかなと思うんですけど、他の球種との組み合わせとかはなかなか難しいので、まあ、いけて中継ぎ置いてワンポイントとかっていう感じかな。まあ、セーブ純正だったらね、先発投手困ってるよっていう状況とかだと意外と先発で刺さってくれるみたいなパターンもあるのかもしれないですが、まあ、なかなか12球団とかだと使いづらいかなとは思います。続いて、楽天山崎武さんです。はい、こちら評価 A とさせてもらいました。まあ、リーグもリアタイも A 評価という感じですね。まあ、ここもですね、 アーティストでパワー A というところで見れば非常に性能としてはいいんですが、まあ、ネックポイントはやっぱりミート走力と守備かなというところがえやっぱり引っかかってくるかなと、まあ、第2第3能力もねもうちょっと強ければなというところであるんですよね、まあ、ただ楽天純正で見た時にはやっぱり唯一のアーティストというところでは必須級かなというところで必須度は4という感じになってるんですけど、まあ、中日版持ってる方とかは継承なしかな、まあ、スピリッツをねどうしても最優先で使っていきたいとか まあ右バッターでこの山崎武さんのまあ打感がすごい好きだよっていうまあ方とかはまあ一時的に継承したりするのはいいかなと思うんですけど、よほど最新スピンにこだわりがなければ中に一番スピカイフォーとかの方が強いかなとは正直思います。続いてロッテ、ヤブタ選手です。こちら評価 B プラスさせてもらいました。打ち上げ的にはリーグが B プラス、リアタイは B という評価なんですが、一番やっぱり小号での9位 A、ないしはまあ9位制球、同値ですね。が小号で決められるっていうところは一個武器かなと思います。 まあ、ただ、こちらもね、初登場ということで、限界突破称号かなり厳しいかなとは思います。まあ、ただ、とはいえ、まあ、ロッテ純正最強決定戦とか、え、ガチロうと思っている人には必須ピースになるのかなとは思いますね。まあ、リアタイではかなり厳しめかな。続いて、日本アムイ糸井さんです。はい、こちら評価特 A とさせてもらいました。まあ、ここはちょっと悩みましたね、正直。まあ A 特、A、特 A。 まあどっちとも取れるかなっていう感じではあったんですけど、まあただ改めてやっぱり性能を見たときに、まあ純粋にやっぱり強いですと。うん。まあ環境的にも非常に刺さりますし、まあオリックス版がどうしてもねやっぱり最強っていうところであるんですけど、まあスピリッツを優先したいっていう方であれば、継承を考えていいかなと思います。だし、まあオリックス版持ってない、今回初めて伊藤井さんをね、まあ手に入れたって人にとってはもう大喜びしていいんじゃないかなと思います。 で、限界突破のしやすさの部分に関しては、まあ、直近までね、あの、通常の A ランクとか S ランクとかっていうところも出てた時期がありますので、まあ、OB 選手の中ではかなり高い4という評価にさせてもらいました。まあ、あとはやっぱりね、守備の部分と、ま、あとは第三特殊能力をどうとえらるか次第になってくるかなとは思うんですけど、まあ、センターに置くにはどうかなまあ、打力重視であればっていう感じかな。まあ、あとはやっぱりソールが高いんで、まあ、見た目以上の守備範囲というか、 ま実質 B ぐらいあるんじゃないかな。まあ、ダイブとかあんまりしてくれないかなっていう感じでありますけど、まあ、打力打ちやすさっていうところとか考えれば、まあ、12分にレギュラーに置いてもいいんじゃないかなとは思います。続いてヤクルト八重樫さんです。はい、こちら評価 B とさせてもらいました。まあ、ここはですね、リーグ的には、やっぱりヤクルト純正の最高決定戦とかっていうところでは必要になってくるのかな。 まあ、正でのミートでもいけますし、というところであるかなと思います。でも、まあ、あとは純正のリアタイボーダーに入ってくるかどうかっていうところで言うと、まあ、性能的にはね、結構これ中村雄平選手と、まあ、ほぼほぼ同じ感じではあるんですけど、まあ、特能で見たら、若干八重樫さんの方が上かな。打席の中で発動する能力としては。というところで、まあ、第二星での起用もありっちゃありかな。 ま古田さんからのま代打出して、八重樫さん出してとか、まもしくはま八重樫さんのスタメンで行って、代打出して、古田さんを後から出すとか、っていう起用もありかもなと思いました。まあ、ただ、古田さんをね、常にずっとフルで俺は使うんだって人にとっては、ちょっと使いどころ難しいかもですね。まあ,あ、とは12球団だとなかなか使いどころは難しいと思います。続いて、ベイスターズ・ローズ選手です。はい、こちら評価時計とさせてもらいました。まあ、ここはやっぱりステータスですね。もうここはもう最強ですよと。まあ、セカンドで見た時には道の山 まだテッ選手に次ぐ2位かなというところで、まあ、本当に最強格になっていますで、まあ、守備範囲の部分ですね、まあ、これ結構いろんなところでも言われてると思うんですけど、まあ、やっぱり僕がベイジュンセでもずっと使ってますし、まあ、その上で評価をさせてもらいますと、まあ、やっぱり守備範囲の部分では体幹 C65 ぐらいかな B71 までマックスいけるんですけど、まあ60から65の C ぐらいの範囲に感じるかなと思います。まあというのもやっぱりこの脚力、走力の部分が影響はしているかなっていう感じなんですけど、まあでもそれこそ代打出した後のセカンドであったりとかっていう使い方は全然ありだし、まあセカンドに代打を出したくないみたいな、まあちょっと変わったね、起用の仕方をね、考えてる人とかは、まあ全然ありかなと思います。またあベイ純正で考えた時にはやっぱり、まあこのローズは必須ですね。うん、まあ牧選手もいますけど、まあ代打とかの 層を考えた時にやっぱりこのローズを持ってるかどうかで、まあ、層の厚さっていうところはやっぱり大きく変わってくるので、まあ、当然必要になってくるかなと思います。 続いて阪神、浜中さんです。はい、こちら、評価 A とさせてもらいました。まあ、ここはね、今回初の、えー、登場で、新アーティストというところなんですけど、リアタイの評価も A という評価に今回させてもらいました。というのも、まあ、やっぱりね、その、弾道の査定、パワーの査定というところは、まずまずいいんですが、やっぱり守備というところと、第2、第3特殊能力がネックポイントであるかなと思います。で、まあ、純正で見たときにも、まあ、アーティストもね、打感にこだわると、弾道にやっぱり俺はこだわるんだよっていう人にとっては、まあ、文句なしでスタメンになるかなとは思うんですけど、 まあ、ベストオーダーっていうところで考えた時には、まあ、糸井さんもいますし、まあ、あとは広角打法をね、重視するのであれば、佐藤輝明選手とかを使うっていう選択肢もあるし、まあ、絶対にこの浜中選手が必須かって言われると、ちょっと微妙だなっていうところではあるんですよね。まあ、ただ持ってるかどうかでね、層の厚さが変わるっていう意味では、まあ、もちろんね、いたら大きい存在だと思いますし、まあ、その、いる、いらない以前にね、まあ、この浜中選手が好きで取りたいっていう人は、もちろんね、評価、当然高くなるのは当たり前だと思うんですけど、まあ、シビアに 肉を他の選手との兼ね合いで考えると、まあ、こういった評価になるのかなとは思います。で、まあ必須度はね、今回4という評価にはしてるんですけど、まあ3日か4っていう感じかな。純正で持ってたらでかいっていう感じかなと思います。続いて巨人高橋修信さんです、はい。こちら評価時計とさせてもらいました。まあここはもう文句なしでしょう。うん、もう言うことないです。プロスペース最強ライトですと。むしろね。 弱点を教えてほしいこの選手に足りないものは何でしょうか僕には分かりません続いて広島シュルツ選手ですこちら評価 B プラスさせてもらいましたまあここはねおそらくこの動画を出す前の動画で多分使用動画を出してるんじゃないかなと思うんですけれどもまあやっぱりリアタイで見た時にはツーシーム A はいいけどやっぱもう一個武器欲しいよねっていうところはありますねでまあどちらかというとやっぱり純正の最高決定戦っていうところには、ね、入ってくるかなというところでまあそこでの必須度は高いかなただまあリアタイオーダーで見た時には純正でも めちゃくちゃいないと困るっていうほどの選手ではないかな。まあいたら1枚戦力になってくれるかなっていうくらいの位置づけかなとは思います。で、ラスト中日岩瀬さんですね。はい、こちら評価 A とさせてもらいました。ここは結構評価が極端で、リーグは特エリアタイが B プラスという評価になっております。で、正直まあ岩瀬さんに関してはね、球種強化してよくない と思っもともとあのプロ入りした時から投げてるスライダーと抑えになってから投げ出したスライダーでまあ2種類投げてたみたいな話もあるしまあ実績を考えてもね、まあ、もっとなんか、まあ、結局ゲームでこういう投手が強いよねっていうのも確立されちゃってるのもね運営さんサイドも理解してると思うんでまあなんかそれを理解した上での能力になっても別に誰も文句は言わないんじゃねえかなって思うんですけどねまあただ現状の能力だとこういう評価にはなるかなと思いますまあリーグ純正であればまあ当然必須になってくるかなと思います、はい,ということ 以上今回12選手の評価やっていったんですけど改めて総括をすると特意評価は由伸さん、ローズさん、糸井さんこの3選手にさせてもらいました、まあ、改めて、ね、これを見ても分かるとおり圧倒的に野手に、ね、目玉が多い段であることが分かるかなと思います、まあ、ただその中でもやっぱり1人を取るってなった場合は、まあ、圧倒的に高橋由伸さんになるかなと。 え思いま,すまあもうここはねいろんな動画とかでも言ってますけどまあ由さんに勝るライトがいないでまあ他に選手はも,もちろん強いんですけどまあ会話聞くというところで、まあ、圧倒的に吉野部さんになりますしまあ一回取れちゃえばね一生スピカイフォーでライトに困ることがないって考えると、まあ、やっぱりもっとおきたい選手にはなるかなと思いますので、まあ、ガチャレの確定こそないもののランキングね走れば確実に取れるっていうところでありますんでまあ特にリアタイをねガッツリやってるよって人はまあ何としてでも取りに くことを個人的にはお勧めしたいなと思います。はいということで以上今回ですね OB 第2弾の全選手能力徹底評価やっていたんですけどもいかがだったでしょうか、まあ、今回初登場の選手もね多かったですし、まあ、なんかいつも通りの能力で出てくる選手ばっかりの段よりね評価してても非常に楽しかったんですがぜひ、まあ、個人的にはこんな評価に考えてるとか。 まあ僕の評価とね、まあ、違う考え方もあると思いますので、まあ、ぜひ皆さんのご意見、ご感想等々コメント欄にて書いてい,ていただければなというふうに思います。<laughs> ということで、ぜひこの動画少しでも参考になった方、OB なになより理解できたという方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。